こんにちは。即歌塾の久保でございます。メッセージの方ありがとうございます、えー。今回のこの動画はですね、ある方からいただいたメッセージに対して返信をさせていただいておりますけども、多分他の方にも思い当たるところがあると思いますので、公開で送らさせていただきます。えー、プライバシーに配慮して、えー、匿名の返信になります、えー。それでですね、今回のテーマなんですけども、DAIGO さんの 謝罪、そしてその謝罪を撤回してさらに謝罪というところで、まあ、今回ねメッセージくださった方は「あ,あここまで謝罪してるんだったらもう責め立てることはないな」という形で、まあ、彼の気持ちを受け止めてくださったということでね、えー、まあ一件落着というところはあるんですけどもただね DAIGO さんが気持ちを改めたからといってああいう気持ちの人がいなくなったわけじゃなくってむしろね無言でああいうことを考えている人は山のようにいるんですよ。 その人たちに対して私たちはね、これからね、何をしていくべきなのかってことを考えなければなりません。先日も私もお話ししましたけども、生活保護の支給額はあまりにも低い。うん。だからもっともっとね、みんなでね、本当に生活保護の人にも人権があると言うなら、ね、大悟さんがああいう発言をして、皆さんね、怒りに震えたところがあったと思うんですよ。それは生活保護受けている方の人権を大切にしている気持ちだと思うんですよ。でも実際に、毎月5万とか10万で、 生活保護の人がね切り詰めながらやってるところがこれ人権のどこが守られてるんだと思うんですよ私は重ねて言いますけども生活保護はね37万円ぐらいが適当だと思いますよ高いですかねこれ最低限健康で文化的な暮らしを送らしてあげたいでしょ37万って高くないです決して個人的には自分の手取りが15万20万の人いると思いますけどもそういう方でももっとあればなと思ってるはずなんですよ生活保護の人が37万受け取ったらどういうことになるか かける12してください。平均年収。ね。変な数字じゃないと思いますよ。平均年収もらってる方は贅沢ですかね。どうなんでしょうかね。そんなことないと思いますよ。うん。で、年収1000万、2000万の人もいる。そういう方が高額の納税をしてくださってる部分もある。でも、どちらにしても今の生活保護の時給水準ではとてもじゃないけども、塾に通ったりはできない。 大学に進学もできない。アルバイトもなかなかやらしてもらえない。自分の車を所有したりとかね。将来の夢に向かって教育投資を自分に施すこともできない。これどうなんですかね。また中にはね、生活保護の支給額の中でパチンコをやったり競馬をやったりする人を責める人もいますよね。まるで毎日そうやって遊び放棄出るかのように。いや、毎日できたらそれはそれでね、すごい人ですよ。 支給額5万10万の中でどれぐらい競馬できると思いますどれぐらいパチングできると思いますどれぐらいお酒飲めると思います多分毎日はとても無理ですよ仮にやってる人がいてもそれは全体のほんの数パーセントで全体を貶めることにはならないと思うんですよねそして私が最も思うのは生活保護受給者の方々がねもっともっと支給額が大きければ そのお金でいろんな商品やサービスを利用するから社会の消費は活性化されると思うんですよどうですかねその消費の中で助かる会社もあると思いますし売上業績伸ばす営業マンもいるでしょうプラス生活保護の方に向けた商品やサービスが新しいマーケットとして開かれるんじゃないかなと思うんですよねそして生活保護の方がお金を使っていろんな体験や感動とか人とのコミュニケーションをもっともっと円滑にする中で 生活保護出身の芸術家とか生活保護出身のアニメーターとか大学教授とか経営者とかどんどん出てくれば誰が悪いんですかね誰が迷惑なんでしょうか少なくとも今のままで生活保護から這い上がることはもう奇跡でもない限り無理だと思うんですよこれは決して生活保護を受けてる方の能力を少なく見積もってるわけではないんですが活動にはやっぱりねある程度の現金が必要なんですよそれから生活保護の人に対するおかしな偏見も なななくさなければならいないと思いますそのためには生活保護の方がね切り詰めて一万円出れないようなお金の使い方ではなくってやっぱりね私は思うんですけども週に1回社会勉強のために、まあ、飲みに行ってみるとかね居酒屋ちょっとねあの行ってみるとかね自転車買ってみるとかうん,なんか中古の、うんまあ、車を買ってみるとかね軽自動車じゃなくてコンパクトカーとか。 遊園地に行ってみるとかかいいいじゃないですかそういう体験を重ねる中で生活保護の方もいろんなことに気づいたりとかあやっぱりお金はやっぱり稼いだほうがいいなっていう風になって頑張って稼ぐ人もいるかもしれませんしなんせ卑屈にならなくて済むんですよそれだけお金があったらじゃないですかねもしかしたら同窓会にも積極的に出るのかもしれませんし昔の人との縁を大切にできるそんな余裕も生まれるかもしれないんですよ私はねだから生活保護費を今のままでいいんだとかね 自分の仕事からもらえる給料が14万20万だから生活保護の人はそれよりも低くあるべきだっていうことこそ、まあ、なんかねものすごくひどい話だと思うんですよそれこそ大悟さんの発言を批判する資格はないんじゃないかなと思うぐらいですねまあでもねうんもう一つねちょっとこうちょっと安心したことがありますこれも前回お話ししたんですけども大悟さんほどの人でも こういうことがあるんだと思ったらちょっと救われませんか大悟さん今まで360度パーフェクトな人だった。そういうふうに見えたんですよ。とても神々しくって、この人は100年に一度の逸材じゃないかなと思ったんですけどね。でも私たち同じような弱さを持っていたり、まあ、知識がものすごくあるがゆえに自己肯定感にね入ってしまって、発信してはならないような発信を ついしてしまったりくすぎすってしまったりとかね、うん、あとは悲しい人の気持ちをつか、うんまあ、みかねるところがあったりとか本当に人間らしいじゃないですかね、人を傷つけるような発言をしなかった人が誰がいますかいないんじゃないですかねだから、まあ、今回ねあれほどはっきり謝罪したところに追い打ちをかけるようにいまだにね誰が許せみたいなことを言ってる人がいますけどもまあそういう人はもうほっときましょう 一刻も早く誤解があった人、人を傷つけた人ともう一回手を握って新しい社会に共に踏み出していけばいいんじゃないかなと思うんですよ。大悟さんは敵ですかね私は敵にするよりも同志として味方としてね、一緒に問題解決に取り組む。そっちの方が断然いいと思うんですよ。もちろんそれでもね、大悟さんを攻めたい人は 責めればいいと思います。それも仕方がないです。人の感情や判断なんで。まあ私は、直接何かをされたわけではないですし、言ってみれば、他人事といえば他人事なんですよね。まあですんでこんなことは言えるのかもしれませんけども、私の方から、大悟さんに対して、うん、まあそのね、存在を貶めるのことは全く出てこないですね。もちろん、言葉は気をつけないといけないよねって。 そういうい気持ちはありますしそれは我が身に変えても同じようなことがならんなように発信者として用心していこうかと思いますけどね、まあ、とにかく DAIGO さんが私たち一般庶民に大きな課題をね身をもって与えてくれたそんなエピソードだったんじゃないかなと思います皆さんはどのように感じたでしょうかそれじゃ本日は以上ですメッセージありがとうございました